今日は12月の8日8日今日8日け4日9日日曜日ですねはい朝の7時25分ですはいただいまの、えー、室内の記憶はね秋気,気温が21度か今暖房をかけてるんでねあ21度 2室と53度です。まあそれはどうでもいいとして、はいこちらの今日の、ね、福井県大野市の地元の、うんえー、景色です。すごいです。今朝起きたらびっくり。<laughs> これです。もう雪が昨日ぐらいからねチラチラと、えー、昼間ぐらいから降り続けて降り降ってましたね。昨日の昼間時点ではみぞれでした。 えー、で今日ついね先ほどつうか、まあ、6時半ごろ目覚めて外見たらこんなちょっと薄らに、ね、2センチほど積もっておりました屋根はねでも道はねもう全まだまだいうか、ま、だそんな積もってないんで、えー、大丈夫だと思いますえー、12月からね、えー、タイヤチェーンもしくは非金属のねそういうチェーンをつけることが義務付けになりました えー、高速でもね、普通の道路でもそうなると思います。まあ、一般車はね、そんなん別に関係ないと思うんですけどね、大型、ほぼ大型トラックですね、えー。あの国道8号線ルート8、あそこで今年2月、えー、トラックとかもう普通車ね、あの立長生しましたよね。ほぼ1日ぐらいね、あそこで動きが止まってね、えー、全国放送されたと思います。 それに踏まえてね、もうあの、ゴムのチェーンとか金属チェーンを装着しないと、それが見つかるとね、罰金30万円と,いうと高額な罰金を取られることになります。なのでね、自分もお店行ったりとか、ネットとかで見て安いのを探してはいるんですが、なかなか見当たりません。 そんな限りですえー、っとね今日これからねこれからとまあちょっと時間あるんですけども、えー、11時半からねあのー、美容院の,、まあ、あの散髪ってね今みんな美容院って言いますけどね <laughs> えちょっとカットしに行くんでちょっと隣の隣隣か福井県福井市の町までちょっと出かける用事がありますそのために。 まあ、福井はね、そこ、振ってはないと思うんですけど、わかんないですからね。えー、その声にね、ちょっとまたハードオフ行ってね、えー、ホームシアター、ちょっとなんかないかなって、ちょっと見ていきたいと思います。買う、買わは別としてね、ちょっと見るだけ、音響のやつが確かあったかなと思って、まだ。でも、あれ、リモコンついてなかったんだよね。<laughs> まあ、程度いい。 よかったらあれやけど、うん、まあ、お店で見るのが現状確認できるんでね、ネットと違って。ネットはあくまで写真なんでね、細かくは見れないんで。なんかね、なんかこいつにもあんまり、音があんまり期待できないね。前も何回も話してますけど、そろそろ、そろそろっていうか、 メーカーもんにした方がいいのかもしれませんね。デノンとかオキギョとか。中古でね。5000円以内で買えるんであれば。で、動作確認できるんであればね。本当はあの箱付きのはいいんですよね。新品みたいに。箱付ついてた方が、まあ、売る時も少し、まあ、100円でも200円でもね、上乗せしてくれればいいかなって思うんですけど、なかなか中古でね、箱付けてないんで、みんなね。 新品購入してから箱を捨てる人とかいるんでね結構説明書もない人もいますよね本当にリモコンとかもない人いますよね説明書にリモコンないなんて最悪ですね本体で付属品だけあってどう使うのか分かんねえよってなりますよねまあ大体分かりますけどね分かるけどやっぱり説明書リモコンはないと不便ですねで特に説明書、まあ、リモコンもそうですけど よいしょではね今日の、えー、福井県小野市の、えー、雪状況のお話でしたあともういっぺんにやっちゃいますねこちら、えー、Amazon で久しぶりに購入しましたラブヒナです懐かしいですねキャラソンですベストワンです え2がね、今日来る予定です。えー、なんでこれを買ったかというとね、まあ懐かしいのもあるし、以前ハードオフでこの、えー、っとほら、フーズのね、えー、サウンドシステムと同時に買ったラブヒナのね、大阪、ジップ、ジップ大阪のね、ライブラブヒナの DVD、えー、D D この間見てますね。えー いい曲だなぁと思ってね、それ収録せりしてる CD をちょっと購入してみました。ピンと合わねえな、ほんとに。はい、かつピンと合わ この方が見やすいか、えー、DVD に収録されている曲はねまあ大体入っております入ってないのはね、えー、今2の方来るんでそっちに入ってます、えー、そっちにはねもとこちゃん役のね浅川優の「真剣」という曲が収録されておりますまあ最初からね ベストコンプリート買えばよかったんですね。コンプリートの方が5000以上するんで、中古でも高いんで、ちょっと単品ずつ買っております。えー、キャラソンベストワンの一番の,、ね、一番のね、自分のお気に入りの曲はっていうと、まあ、これですかね。まあ、春だものとか、めぐさの桜咲くスマイルスマイル、えー、毎日のお天気、えー、月の、 しのぐ <laughs> とハートはワウは高木玲子のねで野田純子の傘がないのこれなんかちょっと演歌っぽいっすよねけどいい曲ですけどでもこの小林みむこさんこのライブラブヒナのやつに出てませんでしたよね <laughs> いませんでしたよねであとスイートブルーデイズ これもすごく、えー、DV で見て良かったです。あと、未来への宝物と、ボーナスラックの岡崎律子さんね、ここが、始まりはここからなります、えー。岡崎さんもね、44歳という若さで、えー、亡くなっております。皆さん、なんか、声優の人って、なんか、癌で亡くなる人が多いですよね。なんか、 西さんにウコさんにしてるにしろね。お金人にしろ。えー、っと、あとね、車に、えー、乗っています。昨日届きました。昨日かなお訪れかな、えー、堀井優衣のね、えー、昔もう2000年の2000年の何月の発売だったかなあの CD です。初回限定版を購入して、 えー、もうこっちの、ね、コンプには全て入っています。えー、車もね昨日、一応 ST に収めて、ちょっと2曲だけ。こっちは全部で車は2曲だけかと思いますけどね。そちら、車の方はね、えー、とライス・ライス・シャワーですね。一応、ラブ・ヒナで使われた曲と、えー、とアイ・ウィッシュ。まあ、これはまああのラブ・ヒナじゃない、多分違うと思いました。でこのライス・ライス・シャワーと、 えっと、ウィッシュはもう車のナビに入っております。ST にね。あと、あとまあ、これの2が今日届く予定なんで、それはまあ、多分福服行ってる時にもう届いていいんじゃねえかなと思います。で、あと、 DVD が今日、来週か。来週、来週かも。今週になりますね。今週の木曜日13日か14日に一応届くことになっております。えー、やつは、えー、2015年のね、えー、ワウワウで一挙放送された、えー、なんだっけ、キング、キングライブ、えなんとか。 一応キングレコードを主催の声優の,、ね、あの音楽フェスタみたいなやつです。え多分今日も10月9日、今日あのワウワウで放送される予定です。自分のようにワウワウ入ってないんでちょっと残念なんですが、見たいです。堀結衣も出ますし、水木奈々、あと一押しのメグさん、まあ、その他もろもろ声優さんが音楽フェスですね。声優さんの。 それを開催されるみたいです。入ってないのが非常に残念です。入ってるしはいいですよね。えー、一応それの2015年版を一応 Amazon で3000ちょいぐらいで購入しました。で、到着が13か14になります。うん。 まあワオワオでしか見れないんでね、それは。多分今日やるのは生じゃないかなって思うんですが、わかりませんが、収録からどうか。そんな感じです。非常に残念です。あと、まだあのドラレコ前後のねやつがま取り付けられていません。で、今ついてるやつはとりあえず、 親父のカローラフィルターに取り付けようかなって考えております。売るのもね、ちょっとあれなんで、いちいちちょっと売りに行くのそれだけでめんどくさいんで、親父にあげようかなと思います。まあ、それもちゃんとあの動作確認して、ちゃんと音声取れることも確認してるんで、また、いつものようにね、えーあの、カーテンエアブックのピラーを取らないと <laughs>、 配線通せないんでめんどくさいです。フィードの方は全然簡単ですけど、X のやつはめんどくさいです。なかなか取れません。あれで苦戦します。慣れてる人はあるんですけど、自分そんなにやってないんでね。やってもやっぱ月日が流れるうちに取り方を忘れちゃいますよね。何ヶ月も経つと。はい。ではね、今日の動画は、えー。 福井県宇野市の現在の雪の状況のお話とその他諸々の商品紹介でした。ではご視聴ありがとうございました。